はい、えー、それではですねインテリアコーーーディネタの役割とと実務についいいいてお話を始めた思ますは今回の学習テーマに関しましてはインテリアコーディネーターの役割とそしてインテリアコーディネーターの実務に関する内容ということになりますね。はいではまず、えー、インテリアコーディネーターの役割についてということになるわけですけれどもそのためには最初にインテリアの役割 事態について理解していく必要があるかと思いますではそのインテリアの役割とはどのようなものかということですねはいこちらは建築の内部空間をインテリアエレメントを活用しながら生活を支え快適に暮らせる場に仕上げることということなんですねえそこで今読んだ文章の中にインテリアエレメントという言葉が出てまいりましたこのインテリアエレメント 具体的にどのようなものがあるかということ。え、これを把握しておきましょう。はい、例えばですね。椅子やテーブルといった家具。はい、それからカーテンやカーペット。まあ、そういったもの、これをインテリアファブリックスというふうに読みますね。はい、それから、その他に。内装材であったり、ドアや間仕切り壁。はい、こういったもの。え、これが建具、造作部材ということになってまいります。 そこれはまあカーテンですとかカーペットまあそういったものからも想像できるかとは思いますけれどもえ生地であったり織物であったりまあそういった素材に関する内容ということになってまいります。はい、それから造作部材という言葉造作という言葉えなかなか聞き慣れないかとは思いますけれどもこちらはですね 現場で作っていく建物内部の仕上げまあ、こういった内容になってきますはい、では続きましてインテリアコーディネーターの役割についてお話を始めたいと思いますインテリアコーディネーターの役割とは豊富なインテリアエレメントの中から住まい手が必要としているものを適切に選択しそれ以外のエレメントとコーディネーションしながら 快適な生活の場を提案、調整するそういった仕事ということになってまいりますしたがってインテリアコーディネーターというものは高度な知識と技術を習得した専門職ということが言えますよねはい、では続きましてインテリアコーディネーターの実務、えー、用語をいくつか押さえておきたいものがありますので紹介しておきましょうはい、まず、掛け率、利益率 現場経費相見積もり。分離発注方式オープン価格。ve 提案、そして cs まあ、カスタマーサティスファクションということになるわけですけれども、はい、この中でまあ、分かりにくい部分えー、紹介しておきたいと思うんですね。はい、まずオープン価格という言葉が出てまいりました。えー、これよく、えー、耳にする言葉かとは思います。けれども。これは？ 小売価格をメーカーではなく小売業者の判断で設定したものということになるんですね。え続いて VE 提案、はい、こちらはバリューエンジニアリング提案ということになりますけれどもえ商品の性能の維持を前提とした工事費の低減提案のことということになってまいります。はい、すなわちですねえ同じ性能を有していて いますけれども、まあ例えば値段が安くなるような別の素材、まあそういったものを提案するような意味というふうに考えていただければいいと思います。はい、そしてもう一つ、えこれが CS、これをカスタマーサティスファクションというふうに呼びますけれども、まあ、ズバリ顧客満足のことということになりますね。はい、では続きまして仕事の流れについて確認しておきましょう。 はい、こちらは、まあ、ヒアリングそしてプランニング商品の選定そしてプレゼンテーション実施計画見積もり契約発注納品工事管理ア,スターフォアフターフォロー、まあ、こういった流れになってくるわけですけれどもやはりポイントがいくつかありますのでそれを確認しておきたいと思います。ままずヒアリングに関しましては まあお客様が分かりやすいような、まあ、カタログであったりサンプル、まあ、こういったものを活用しながらしっかりイメージを把握することこれがポイントになりますね。それに基づいてプランニングをするわけですけれども、はい、そのプランニングの結果は今度はプレゼンンテーションをいたしますね、はい、これも写真ですとか模型スケッチ等、まあ、こういったものビジュアル化した分かりやすい資料で説明提案する必要が出てまいります。 はいそしてアフフターーォローですよねはい工事が終わった後引き渡した後も、はも、い、不具合などが生じていないか継続的に確認を行うことこれ非常に重要な内容ということになってまいります。はいでは続いてインテリアコーディネーターの実務のうちの業務上の留意点についてお話をしたいと思います。 はい、まずこの1から5の流れということになってくるわけですけれどもやはりですね当然現場を確認する必要はありますよね、はい。そして具体的な資料でイメージを把握する、まあ、これが先ほどのヒアリングであったり、まあ、プレゼンテーション、まあ、こういったところにつながってくるということになります。はい、それから特にですね3お互いのイメージの違いえこれがありますと後々必ず問題が生じますので。 この違いは必ず解決しておくことが必要になってまいりますそれからこの丸 ③ と絡めてですねやはりお互いに相互が生じないように打ち合わせ記録をしっかり残すことこれも重要になりますねそれから工事が終わって引き渡した後も必ず現場を確認するこういった流れが重要になってくるかと思います はい、それではこれでインテリアコーディネーターの役割と実務についてお話を終了いたしますここまでお付き合いいただきありがとうございましたよければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします